どうも、ベトナム在住のウチです。私3年ぐらい前にね、この、ルーターとかを冷やす冷却ファンでね、ヘルメット乾燥機作ろうと思って、威力が足りなくってね、全然乾かなかったんで、その後ね、こんな換気扇ですよね、買っておいてしばらく放置してたんで、ちょっと3年ぶりにね、ヘルメット乾燥機その2をやっていきたいと思います。なんせね、これは風量が弱かったんで、こっち前のよりね、小さくはなるんですけども、かなり強力だったんでね、もうずいぶん前に買った時に試運転したまんま動かしてはないんですが、多分大丈夫でしょう。なんでこれをね、ちょっとこんな板にね固定して、ヘルメット乾燥機をね、作っていきたいと思います。あとはね、一般の家庭にならどこのご家庭にもあるホールソーですよね。こいつを使って穴を開けていくんですよ。一番大きいので OK やね。これで穴を開ければいい。そんで電気の線が横から何センチよ、どっちでもいいのかな、8センチぐらいのところ、じゃあね、ちょっとここで穴開けると汚れてしまうんで、外でね、穴を開けてきます。ここと、横ですね。これね、穴開けてきました。なんで、あとはこいつをつければいいんですよ。適当にね、台がありゃいいんだ。こういうことじゃない？これで穴の位置を木ネジで固定です。で、これをね、線を通していけばいいんですよ。ちょっと穴の位置悪かった。通ったね。それで電源が入れれたらいいんだよね。あんま長くしてもしょうがないか。ここら辺で、もうちょい長くしとこうかな。切っちまうと。で、このスイッチ割り込ませですよね。スイッチはコンセントに近い方がいいんだろうな。ここに結束バンドやな。
さあ、これでできたんじゃない？もうスイッチが入ってたね。これでこう入れるわけだ。風量はあるね。ちょっと音がうるさいけどね。これでね、基本的に完成なんだけど、これぐらいかな。空気をね、滞留させたいんで、こんな感じでね、ヘルメット置いたら中から来てうまく流れると思うんですよ。なんでちょっと仮にだけど、こいつをつけよう。こんな感じでいいんじゃないかな。それとあとはね、ヘルメットは基本水がね、滴らないようになってから乾かしたいんだけども、水がつくとね、防水ができてないと思うんで、こいつで水が入っちゃ困るところは止めちまうんだ。で、あとここもね、ちっちゃな堤防というのかな、水が中に行かないようにつけておきたいと思います。まあ、まずは実験だからこんなもんでいいでしょう。ちょっとね、ヘルメット洗ってきます。こんな感じでね、洗いました。1年ぶりに洗ったんですけど、やっぱりヘルメットはね、中が汚れてますね。このヘルメットね、3年前にも乾燥機試作でね、使ったヘルメットで、実際こいつはね、内装がこうやって外せることが分かったんですけども、他のヘルメットでもね、いろいろ使っていきたいんで、わざとね、取り付けしてから乾かしていきたいと思います。あ、ちなみに軽く絞ったんですけどね、こうやればまだ水は滴る状態なんですが、まあ多分これでいいんじゃないのかな。他のヘルメットだったらね、絞ることできないんでね、その実験も兼ねてちょっとこの状態でやっていってみます。まあ中に滴ることはないでしょう、水がね。1時間ぐらいで中が乾いてくれるとありがたいんですけどね。ちょっととりあえず30分ぐらいね、乾燥させてみます。スイッチを。とりあえずこの状態でね、置いときます。これね、30分経過しました。上は乾いてるけど、横はね、まだかなり濡れてますね。こいつない方がいいんじゃないのかな。ちょっとね、これはなしでやってみます。この方が周りにね、よく風が当たりそうなんで。じゃあこのまんまね、またしばらく乾かしてみます。結局これね、4時間回してました。一回電源切ろうかな。これね、3時間ほど乾かして、まあまあ
だいたい良くはなってきたんですが、下がちょっと湿ってる感じでね、さらに1時間回して、まあまあこれなら大丈夫かなって感じです。少し湿ってるような気がしなくもないんですけどね。上は完全に乾きましたね。そんでね、今回こんな風にね、仮に台にして、試運転というか実験してみたんで、あとはねちょっと余ってる板を使って台をね作っておきます。台というかこういう足ですね。まあまあ、前回やった時ってね、確か8時間ぐらいやってやっと乾いたんで、まあ半分の4時間で乾いたってことでね、前のものよりは良くなったんじゃないのかな。とりあえずね、今日はここまでです。それではまた。